森友宏は、日本の政治家、公認会計士、三重県四日市市長、元四日市市議会議員、三重県四日市市出身、四日市市立水沢小学校、四日市市立清涼中学校、三重県立四日市南高等学校卒業、2001年3月立命館、大学理工学部卒業、2003年公認会計士、試験二次試験合格、 同年中央青山監査法人入賞。2006年新た、監査法人に転職。2007年公認会計士登録。2010年新た、監査法人退所。同年森友弘公認会計士事務所を設立した。2011年早稲田大学大学院公共、経営研究科修了。同年4月の4日市市議会議員選挙に出馬し初当選。 5493票にてトップ当選。2013年税理士登録。2015年市議再選。5842票にて2期連続トップ当選。2016年4月2日、次期4日市市長選挙に出馬の意向を表明。同年7月5日、現職の田中俊幸市長は市議会6月定例会において出馬しない意向を表明。 7月18日、前回の市長選で落選した伊藤正氏が出馬の意向を表明。7月26日、三重県議会議員の稲垣昭義が出馬の意向を表明。告示日2日前の11月18日、伊藤は会見を開き、出馬を断念し、森の応援に回る胸の意向を表明した。11月27日市長選執行。民進党。 連合三0の推薦と前民進党代表の岡田、克也の支援を受けたい長きを僅差で抑え、初当選した。12月24日、市長就任、12月26日、初登庁。選挙の結果は以下の通り。当日有権者数、25万2575人、最終投票率 36.、36.02%20 年自民、公明、立憲、 国民、維新の推薦を受け、四日市市長選挙としては57年振りの無投票で再選。2018年11月17日18日開催のゆるキャラグランプリ2018に向け、森市長は同年6月の定例記者会見で四日市市のマスコットキャラクター、小乳道君を1位にすると発表。ゆるキャラグランプリ2017で、 古入道君は4位だった。町の一体感の情勢としてプロモーションを目的とし、市役所が旗振り役となり、市民、会社を含む町全体を巻き込む形で応援を展開。森市長自ら町内放送でも協力を呼びかけた。市観公交流課は約2万のメールアドレスを使って投票用 ID を取得し、市役所各部局ほか、 投票を呼びかけに応じた市内に事業所を持つ会社、投票を希望する市民などに ID を配布し、孤入道君の応援に徹した。市当局の応援の加熱ぶりに一部では、教養による組織票ではないかとの声が上がり、様々なマスコミに取り上げられたが、森市長は一貫して、町の一体感の情勢としてプロモーションの重要さを訴え続ける姿勢を崩さなかった。 組織票ではないかとの批判が広まる中、森市長自ら、クローズアップ現代等のテレビ番組に出演し、ここでもまた、グランプリ参加の目的は、町の一体感の情勢としてプロモーションであることを、訴える姿勢を貫き通し、当該取り組みに対して、組織票と報道されるのは不本意と報道陣に、対して述べた。批判されることを恐れて雲隠れする、自治体もあった。しかし、 森市長は批判の矢表に立ってでもその思いを訴えた。これは市役所のみならずグランプリ期間中ずっと古入道くを応援してくれた市民を裏切れないとの強い思いからの行動だった。グランプリの実行委員会は使用頻度の低いステアカウントによる投票は認めないと述べ主催者側からのメールに返信のないアドレスを不正 ID とし得票数を削除。 暫定1位だった、古乳道君は、数十万票を減らした。なお、本得票数削除は、古乳道君、以外にも、ジャーボー、大牟田市、犬ナキ泉佐野市も、対象となった。11月18日の開票の結果、目標の1位を逃す結果となったが、森市長は、四日市市の4位から、三重県の3位となったと笑顔を見せた。ありがとうございます。